は、初心者からのウクレレ成長チャレンジ日記ウクレレチャンネル琴彩子です。今週は事件です事件ですから始まっちゃいました。いつも、この動画を撮ったり、編集をしたりしてたのが iPad mini を私はずっと使ってたんですけど、その iPad mini の電源が入らなくなりました撮ってた動画も開けないし、編集どうしようみたいな MacBook Air っていうのを、買おうと思って、買ったんですね。で、買ったらその日に iPad mini が立ち上がらなくなって、ずっと調子は悪かったんですけどやばいなやばいなとは思っていつつも、いよいよ立ち上がらなくなっちゃって、それで動画をね撮ってたやつとかも全然もうどれも開けない感じなんですね。で、そもそも電源が入んないか枕状態で、もうどうにもこうにもできない感じなんですよね。なので、ちょっとそれは置いといて、で MacBook Air を買ったので、iMovie もね入ってるしっていうのでね、始めたところ、慌ててね始めたんですよそしたらもうパソコンね、得意な方はねきっとささっとこう作業がねできちゃうんだと思うんですけど、もう全然電源どこから始まる感じでね、なんかそんな感じだったので、いつも使ってたこのマイクの、接続も、できると思ってたら、今はなんか電源のあれも違うんですね。もちろん USB はついてないし、だからいつもは USB からこう変換するコネクタを使ってたんですけど、そのコネクタ iPad 用 iPhone 用は今新しいやつだと全然違う形になってて使えなかったんですよ。なのでUSB が挿せるやつを、そこ iPad MacBook Air に差し込んで、USB を差し込んでみたいな感じで、これもやっとついたところなんですけど、やったらすぐできるかなと思ったら、ノートパソコンだからカメラもねレンズがついてるのは見えるじゃないですかみたいなそんなレベルなんですけど、レンズがあるから当然動画撮れるんだと思って、ちょっと仕様が違うんですよね。カメラがどこで起動するのかもよくわからなくって、それをね探したり、ネットを検索したりとかいろいろやったりしてて、で iMovie の中で、結局何を今やってるかっていうと、 iMovie の中に FaceTime っていうのがあるので、それはね外にもあるから、私てっきりZoom とかみたいにおしゃべりする、誰かとねおしゃべりとかするだけのものかと思ってたら、こういう使い道もあるのかな、こうやって間違ってるのかな、よくわかんないんです、まだわかんないんですけどとりあえず今週分はなんだっけ、 MacBook Air で、iMovie で、その iMovie を立ち上げながらフェイスタイムで録画をしていて、で後でそれを、1本につなげて編集するみたいなスタイルで今週はやるところです。なので超疲れた顔してるんですよ。またちょっとね太陽も今日ないので、なんか光ってる、なんかねテカってるっていうのかなもう変な汗もかきますし、ちょっとね疲れましたけどなんでしょう、私もともとデジタルがもうめちゃめちゃ苦手で、すごいアナログなんですよね。そんなののくせにというかね、なんかすごいこういうの好きなんですよ。だからやってることはねすごい、なんかやれる人にとってはなんか意味不明なこと、多分すごい段階勝手に踏んでる感じで、すごいこんがらがった状態で作ってるかもしれないんですけどなのにデジタル分かんないのに好きなんですよ。なんですかね、憧れ分かんないけどで、そんな感じで、とりあえずは自分のねちょっと顔色の悪さも気になるところですがそれはそれとして、でもカメラもね変わったから、多分ねすごい iPad、 私のタイプはすごくこう何ですかね、いい意味での劣化画像だったのかな
穴が見えないのに、なんかすごいあれなんですよね、なんか現実味を帯びてる動画が、動画というか画像になっちゃうので、すっごい今あの昔なんですかね、あのパーソナルカラーって言って、こうその人の色を似合う似合わないみたいなのを判別するため の、 あの爬虫類とかも育てられる今照明があるんですけど、今というか昔からねあるんですけど、その自然光の照明だから、まあ、爬虫類とかもねあの育てられるんだと思うんですけどその自然光の照明をあの電球ここにゴンと置いてます。なのでこうちょっと変に影がねできてますけど、あの多分日中お日様がいつもあるようなね時に撮ってるから、そういう時に撮ったらもうちょっとあの自然な感じになると思うんですが、もう今はすごいすごい照らしてる感がねありますよね。なんかもうちょっと工夫をしたいと思いますもうちょっと疲れてますよねみたいなもういつもあの私パソコンを壊す天才で、何ですかね、静電気を帯びてるんですよ。あのピッてこういう作業がダメで、あの ET 的な古いがダメで、あのよくビンって言ってこう飛んじゃうみたいな、なんか電源入れるときちょっと注意だったりとか、あとあの何ですかね、あの昔今はピッてあの自動改札電車のあるじゃないですか。だけど昔切符の時代ありましたよね、長いこと切符の時にあの後ろってあの黒く茶色くっていうのかな、あの磁気テープみたいになってるじゃないですか。あれ私だからあの握ってるとあのいつも磁気以上になっちゃって、あのピーンってこう最後通り抜けられず、あの駅員さんのいる改札にお回りくださいっていうのが出ちゃうんですよねまあまあそんなね、まあ、もう余談すぎ、ちょっとねちょっとあの何ですか、あの寝不足でというか、あの肺になってる感じですかねめちゃめちゃ眠いですでも今はね夜中ではないですけど、今日ちょっと天気お天気悪くって、あの暗い感じでね顔色も悪いですけど、あのなんだろう、もうちょっとねいい色 の、 あのライトとかね、ちょっとこれはまあ今後の課題ということで、もう今週はちょっとあのアップすることがあの目標みたいな感じですけど、なので、練習動画が全部飛んじゃったんですよ。それにねこのストラップについてとかも、あのあとなんだっけ、ピックアップについてもあのまとめ出してた動画があの編集もねしだしてたのがあったのに、全部それも開けれないので、あのもう致し方なくあのね、まあ、今日ガイドリで終わりかなみたいな感じなんですけど、あのせっかくなので言ってたらあれですけどね、あの前ちょっとだけあの弾いてみたで、あのチラッとだけやったやつなんですけど、ハレルヤ、あのレナード・コーエンさんの、まあ、ハレルヤっていう曲で、ジェフ・バークリーさんっていうのかな、こちらを、楽譜アップを、最後のところにいつも の、 あの今週の楽譜情報のところに載せたいと思います。まだね全然あの弾けてはないんですが、ちょっとあのできる、まあ、いや練習のね感じを残しておこう、今週は残しておこうかなと、思います。The David prayed and it prayed the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like
My minor fall, the major league.ですけど、こんな、雰囲気な、ニュース的な曲ですよね。なんかいろんな方がやっぱりあのカバーしてらっしゃるからいろんなバージョンがあるみたいですけど、あの、ね、とりあえずはこんな感じで一応楽譜は作ったので、最後のところに、アップしとこうかなと思います。そんな一人大忙しみたいな今週だったんですけど、もうあなんかね今週こんな感じで超もうキュッて感じですけど、設定の方を頑張って使いやすいようにしたりですとか、もうちょっとね何かこう環境的な感じもね、なんかすっごくここ光ってますよねみたいな、なんかそういうのも、工夫したいなと思っている、これから自習分です。まあね、きっと変わってないんですよ、こんな感じなんですよでもちょっと慣れてほっとしている感じの動画になるかなと期待しているところです。はい、もうペトペトですはい、では、今週も、ご視聴くださいましてありがとうございました。では本日の楽譜情報です。ご視聴くださいましてありがとうございました。ウクレイチャンネルでは毎週木曜日夜アップの予定でいます。チャンネル登録やグッドボタン、コメントなどいただけましたら本当に嬉しいです。それではまた来週ご覧ください。